はい、激辛マニアユッキーです。今回は、帰ってきた防寒ハバネロの続きました。はい、のラーメン味。以前は、焼きそばでしたけど、今回は旨辛ラーメンなっております。はい、まあいいや。ということで、ね、まあ、前回のね、焼きそばめちゃくちゃうまかったんでね、今回はそれを、まあ、ラーメンで、これはうまいんじゃない？意外と。それではお湯入れます。汗の出具合から、
はい、ということでね、今回の多分ラーメンはそこそこ辛いんじゃないかと思います。というのもやっぱラーメンっていうのはね、液体なんで、熱いんです。熱いので、前回の、ね、焼きそばと違って多分辛い、ではないか。思います。辛そうだ、熱そうだ。いただきます。あれ？あれ？全然辛くない。うわ、なんだこれ。全然辛くない。焼きそばの方が全然辛かった。なんじゃこりゃ。ん？しかも薄い。なんか、濃厚じゃなくなってる。焼きそばの、方は、すごい、味が
濃かったんですよ。しょっぱくて、濃かったんですけど、ものすごい薄い。なんか、薄い。スープが薄い。なんじゃこりゃ。うわぁ、全然しかも辛くねえ。これあれだよ。辛くなさすぎて、これキムチ味の、あれあれ、スーパーカップっていう 1.5 倍のやつあったじゃん。あれのキムチ、豚キムチ味って売ってるじゃないですか。あれあれとほとんど変わんない辛さ。なんじゃこれ。これお子様でも食べられますね、これ。お子様でも余裕で食べられますよ。ここにさ、辛味成分が強いので、小さなお子様や辛味の苦手な方の飲食には十分注意くださいって書いてある。これ余裕だわ。前回の、あれよか。2分の1か、半分の1ぐらいの辛さ。アホみたいに。なんだよ。全然じゃん。全然じゃん。いや、意外とスープを飲んだら、辛かったりするのかもしれない。とりあえず麺を食った感想としては、キムチ味。キムチ味の、ラーメン。インスタント麺と一緒。もっと頑張れよ、東波と。せっかくお前、帰ってきた暴君ハバネロをゴミカスにけなして、さあ、けなしてた俺がさ、ようやくお前焼きそば、前回の焼きそば食ってうめえっつってさ、これはうまいわ、大絶賛したのにさ、お前またこれで落とすのかよ。これあれだな。完全に詐欺商品だ。東ハトの株価下がるぞ、これ。てか、帰ってきた僕がハバネロを発売して多分株価下がったんちゃう？あまりにも、辛くなさすぎて。どこが辛いんだよ、僕がハバネロ返せ。昔の防寒ハバネロ返せ。こんなクソみたいな商品出しやがって。こん
な全然辛くねえ。僕はハマネロなんて嫌がって、しかも帰ってきたとか言って全然帰ってきてない。もう暴君じゃない。ただのハマネロになっちゃった。じゃあスープいただきます。あか、あっち。あ、でもそこそこ辛いな、スープは。うん。スープはそこそこ辛いですね。まあでも、ぶっちゃけた話、スープ飲む人間いないからな。俺ぐらいだよ。ラーメンのさ、カップラーメンのスープ全部飲むやつ。普通の人間全部捨てるから。俺もったいない症候群だから、全部飲むけど。うん。普通の人間全部捨てるから。まあ、スープのあれは、考えないでやるか。暑いのと辛いのでちょっと汗出てきますね。ああ、スープは結構辛い。俺ちょっと猫舌なんですよ。まあ麺だけだとこれあれだな。辛さ度数20。ゴミカスうんち。それではご視聴ありがとうございました。